はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリーです。アークサバイバルエボルブ、のんびりサバイバー長を続きをやっていきたいと思います。ただいま夜です。なんかああいうの撮りに行きたいけどな。吹き上げてるあれに、あの下の方に行くとなんかアイテムがもらえるらしいんですよね。まあいいや。でね、何をしようかっていうとですね、ちょっと素材を一人で集めつつ、ハマってた恐竜をちょっとね、あれしようかなと、テイムしようかなと思ってます。で、ちょっと石を集めながら、石と木をね、補充しつつね、行きたいと思います。カメさんがいるけど、ここ木がなかった。あったね。さて、どこだっけ？どっかその辺だと思ったんだけどなぁ。あ、こっちが。暗いからやばいかな。その辺にはまってると思ったんだけどな。違いましたか。割と近いとこにね、はまってることがありますね。あ、重いって言われちゃった。何が重い。あ、木取りすぎちゃった。どのぐらいウェイト。まあいいや、走れればそのまま行きますか。どこだっけ。いいから割と近かったと思うんだけどな。ちょっともう木がなくなりつつある。あんま上行くとやばそうだな。せめてもうちょっと明るければ。なんか恐竜来てますね。あいつは大丈夫なやつかな。確かもうちょっとあっちだな。っていうか走れなくなっちゃってる。あ、いた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 。こいつをね、テイムしようと思います。人口は壊れそうだな、そろそろ。結構強いな、こいつ。レベルいくつだ。あ、壊れた。あれ、壊れたけど直せないぞ。直せませんよ。ちょっと何が足んない素材。あ、皮が足んなかった。まずい。皮が足んないっていうのはまずいな。はい、一旦戻ります。参ったな。
戻んなきゃいけなくなるとは思わなかったぞ。ちょっと下準備はね、ちゃんとしとかないとダメですよ。サバイバル生活だから。皆さん下準備しとこうよ。川がないとは思わなかったわ。ついでにちょっと重いものも置いていきますかね。木を半分で、川ない？あれ川ないじゃん。嘘、川ないわけないんだけどな。 ありました。はい、これでトーチは何が足らない。ああ、一回に一個しか作れないのね。OK。じゃあ、再び行きますよ。もう復活しちゃったろうな。どっかこの辺の上だったと思う。いた。レベルいくつですか君は。レベル13だね。暗くて分かりにくいと思いますが、はまってるよね。暗くて分かりにくいと思いますが撃ってます。当たってない？もしかして。余計分かりにくいな。やべ、当たってなくないか。当たってますね。石足んないかもしんないな。さっき一回で行くつもりだったからな。もし行ったかな。来ましたね。でね、実はボツになっちゃったんですけど、ボツにしたんですけどね、もう一個ね、テイムするのを取ってたんですよ。どういうのを取ってたかっていうと、あ、やべ、こいつ食べない？あ、わかったわかった。テイムするね、食べる時間を早くしなかったからかな。違う、これ食べ物が違うんだ。マジで？無理やり食べさせてますけど。あ、無理やり食べさせてもダメだ。マジでこいつ何食べんだろう。
あ、ダメだ。テーミングが上がってかないですね。下調べしなきゃダメなのか。君もったいないけど川になってもらうしかないかもしれない。マジですか。食する時間をねちょっと早めてないんですよ。だからかもしんないな。ちょっと一旦動画切って早めてこようかな。はい、ですね、食事をする速度を速くしてきました。 0.2 ぐらいになってたので全然食べなかったんですね。今3倍にしてみました。そしたら食べ始めましたね。茶色いテーミングが上がってきてると思います。で、主に赤いのを食べてるかな。ということで赤いのをね、ちょっと取れるかわかりませんが、ベリー中心に取ってみましょう。赤いの取れそうですね。よかったわ。草食だからね、なんか適当なベリーを食べるんだと思ってたんですけど、やっぱりそのようですね。こいつなんか強いか弱いかわかんないんですけど、まあせっかくハマっててそこそこのレベルなんでね、まあ、テームしようかなと思った次第でございますよ。こっちも食うかな。だ、ちょっと遅いですね、食べんのが。どうしようかな。何をどうしようかなっていうと、動画をね、カットしようか、それとも喋り続けようか。まあ喋り続けたところでカットしてもいいんですけどね。でね、話の途中だったかどうだか忘れちゃいましたけど、ボツになった動画がね、1個あってですね、テイミの動画がね、1個ボツになってんですよ。で、何がボツになったかっていうとですね、家のね、2階を床張りしてたんです。裏で。そしたらですね、床張りしてる途中で、空飛んでる恐竜いるじゃないですか。よく、逃げちゃう大きいやつね。あれがね、家の中に降りてきて、ちょうど床張りしたがためにはまった状態になったんですね。で、これいいじゃんということで、テームしようと思って、この状態にしたんですよ。そしたらね、これ E キーでアクセスしろって出てくるんですけど、この E キーっていうのがね、出てこないんですね。なので、せっかくテームしたにもかかわらず、テームしようと思ってね、気絶状態にしたにもかかわらず、テームできなかったっていう。どうやってもね、ダメだったんですよ。非常にね、もったいないことしちゃいました。確かあれね、サドルもう作れるんですよね。いやー、大空駆け巡るのをもう思い描きながらやってたんですけど、結局動画的にはね、ボツにしちゃいました。まあ、アップしてもよかったんですけどね。ちょっと今赤いのを集めてます。赤いベリーを集めてあいつに食わせる。
ちなみにこの時点でテイムの速度は3倍になってます。赤しか食わねえな。まだまだっすな。参ったな。もうちょっと早くテイムしてくれるといいんですけど、やっぱレベルが高いとテイムを時間がかかるみたいですよね。あと恐竜によってももしかしたら違うのかな。石も補充しとこうか。ちょっと入れるんで、この画面で。お、壊れやがった。さて、半分いったかな。半分いきましたか。半分いきました。見えないぞ。半分いってないね。半分いってもいいんだよ。まだまだ時間かかるな。じゃあ我が家を見せてあげましょうか。床張りした我が家を。ね、ちょっと上から見てみますけど、床張りして3階の壁もねちょっとだけ作ったんですよ。で階段アップ。こんな感じとなりました。でね、この下にねさっき言ったねあの羽生えた恐竜がねはまってたんで、こいつは都合がいいってことでやったんですけど、どうもそのハマり方が悪かったのかな。ダメだったんですよね。これ1枚しか作れないか。スピア。ダメっすね。いや、ちょっとこの辺を修理しますか。結構この服重宝してますね。まあ、もうちょっとレベル上がると次の服が作れそうなんですけどね。で、ちょっと余計なのを置いていこう。こんなもんかな。ファイバー、まあちょっとだけ残しておいて、あ、これはいらないわ完全に。これでだいぶ軽くなったかな。で、水が欲しいっつってるな。水を欲してますね。あれ？今壁作んなかったっけ？あ、壁ここか。で、ちょっと壁を1枚作ったので置いていこう。こんな感じですね。床ももうちょっと作んないとな。ちょっとお水飲みに行ってきます。
ああ、ちょっと固まるな。さて、じゃあテームの状況を見に行ってみましょうか。お、君いいとこにいたね。どこ行った？ごめんね。川になってほしいのよ。あ、結構川取れた。嬉しいね。こんな山の中にいるとはね。さて、リアルに腹減ってきた。あれ、どっかこの辺だったよね。あ、いた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 。おしおしおし、いいんじゃないですか。いいけど、あれがだいぶ減っちゃってるよ。昏睡道？リアルに腹減ってきちゃったな。どんな感じ？もうちょっと上げた方がいいかな、昏睡道。止まっちゃったね。もうちょっと上げますか。いいね。じゃあちょっともう一回ベリーを集めながら。赤しか食わないからね。赤をなくしたら黄色も食うのかな。でもまあ鉱物は赤の方なんだろうな、黄色よりは。まあ見た目もなんか赤い方がうまそうではあるよね、人が食べるにしても。もうちょっと昏睡道上げますか。上の赤が昏睡道で黒いベリーを食べさせるんですけど、勝手には食べないんですよね。なので指定して自分でこのリモートユーズアイテムっていうので、手動で食べさせないとダメみたいです。これ何分撮ってるか出てないから分かんないんだな。結構もう撮ってますかね。もしかしたらこの辺喋ってんのはね、一部カットしてるかもしれないです。一部カットしてるかもな。この手のやつで赤いのが取れるのかな。どうすか、もうちょっとすか。もうちょっとですね。あと2回ぐらいちょっとペチペチして、もう少しですね。もう少し。赤いベリーを狙っては取れないみたいだからな。ランダムだよね、完全に。いいんじゃないですか。そろそろだね。はい、ということでね、テームがもうちょっとで終わります。はい、ということでねって言ったのはですね、カットした時のための対策ですね。カットしてないかもしれないんですけど、カットしたときはそこからつなごうかなと思って今、やりました。ステゴサウルスね。おーし、来ました。ステゴー。強いのかな？何に向いてるのかそれはよくわかんないんですけど、まあ、テームした恐竜は、2匹目ですね。
倒した恐竜これしかいないの？違うのかな。まあいいや。で、ステちゃん。これじゃない。ステ。ステちゃん。ゼロ一。ステちゃんゼロ一。レベル18になってますか。いいんじゃないでしょうか。で、ちょっとこの木を切ってあげないと多分動けないんだよね。今解放してあげますよ。はい、来ました。あれ、まだはまってる、なんかに。あ、これも木？やべ、攻撃しちゃったかも。おーし、来ましたね。で、ちょっとこの辺は回収しつつ、ステちゃん何が得意なんだ。フードがめちゃくちゃあるな。スタミナが結構ある。そうでもないか。ほうほう。で、ステゴサウルス用のサドルってあんのかな。どれだっけ。あれ、どれ見てみんだっけ。これだっけ。違うよ、これでもないでしょう。あ、ここで見ちゃダメなのか。クローズして、これね。ステゴサウルス用のサドルってなかったっけ。ないか。わあ、ないですか。ステゴサウルス用のサドル。ラプター。トリッケ、これは作ったでしょ。ここ、まだ解放してないな。こっち解放してんのに、これなんで解放してない。レベル25。これなんだこれ。トラップ。あら、ステゴサウルス用のサドルってないんだ。あるかとばっかり思ってたわ。ちなみにこのノートって何ができんですかね。ノートってぐらいだから書けるのかな。机とか椅子はどうしようかな。いらないかな。なんだこれ。サドル、これ違うよね。これも違うと思うんだよな。あら、ないですね。ちょっと調べよう、後でネットで。残念、ないです。しかも雨降ってきちゃったし。じゃあとりあえずお家帰ろうね。来てる。新しい仲間、ステちゃんが手に入りました。
てる？遅いな。傷ついてない？大丈夫？そこで。はい、ステさん、ステちゃん参上です。ちょっとキラちゃんと比べてみるか。あ、キラちゃんレベル上がるじゃん。どうしよう。もうちょっとヘルス上げておくか。900超えた。なんか同じようだったかな、もしかしたら。フードがやたら多いですけど、これは食いだめができるって意味だから、ウェイトがちょっと多いかな。いまいちでしたね。君使い道ない？もしかして、もしかしてこれ乗れないんじゃない？ほら背中にあって。まあいいや。ということで、ケラちゃんとステちゃん、これからよろしくお願いします。レベルがちょっといいかだと思って取ったんだけど、使い道が微妙だったかもしれません。それではね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。